はい、こんにちは、スレトルトと申します。ジャッジアイズ実況プレイ始めていきたいと思います。今回はサイドケースをやっていきましょう。このまたまた出版関係のご依頼ですというサイドケースなんですけど、これほら出版関係のご依頼です、サイド出版関係のご依頼ですってみたいな感じで、ミステリー作家の出版権を出版社同士が謎解きで争い合うってやつの三つ目ですね。八神さん、お世話になっております。曇り空出版の川田です。先日ありがとうございました。毎回申し訳ないのですが、またしても八神さんにお願いがあります。いつものように中道通れの喫茶未条例でお待ちしております。この三つ目の依頼をね、やっていきたいと思います。まあ、ジャッジアイズサイドケースで、続とか続々みたいな感じで、全三部作みたいな、サイドケースが結構多いので、今回もこの三つ目をやっていきたいと思います。はい、来ましたよ。こいつらもなんか話しか、こいつらフレンドになったんで、話しかけるとね、なんか、何気にね、アイテムがもらえたりとか、意外に有能なんですよね。ほら虹色とかなんか、一見良さげだもんね。で、これで、話しかけて。川田さん、どうも。調子はどうですか？だって、ミステリー小説の、なんか上巻と下巻を出してたんだよね。俺の謎解きが、うまくいったので。八神さん。おかげさまで元気になってます。元気にやってます。この前はありがとうございました。いえいえ。ところで本の売れ行きはいかがですか？人気作家の新作が2冊同時刊行だなんて話題性抜群だったんじゃないですか？いや。まだ出してないっていう。それがその、まだ出版できてないんです。それってひょっとして。はい。どうやらあの作品は3部作のようでして。詐欺やな。マジですか。でも3部作だったとしてもさ、もう出しちゃったらいいのにね。前巻と中巻はさ。そういえば、この前暗号を解いた時に、あの先生次はって言ってたもんな。先生がそんなことを。そうでしたか。2作目の原稿をいただいてから何度も読み返したんですが、どうしても辻褄が合わず。謎になってる部分がありまして、その謎を解く鍵が未発表の3作目にあるのではないかと。だから3作全てが揃わないと出版するわけにはいかないんです。ん？ 3 作目の出版権も例によって？はい、暗号解読イベントです。3部作全ての出版権を得ないと、本を出版することができません。でも別の会社がさ、だってこれ今回で別の会社がさ、勝ち取ったとしたらさ、その前の2巻、2作もさ、出せないってわけじゃないでしょ？なんか出版社同士さ、なんかお互い協力してやるっていう手もありそうだけどね。続々ミステリー作家からの挑戦状。とりあえず2作だけでも出版しちゃっていいんじゃないですか？そう、俺もそう思う。せっかく出版権持ってるのに会社の経営危ないんでしょ？いえ、僕が読者だったら、そんな中途半端なところで刊行止められたら怒り心頭ですよ。別の会社が出すからいいんじゃないの？それはそれで。それに、きちんと3作すべて揃って出版してあげることが作品にとっても大事なことなんです。でも別の会社が今回3つ目取ったらさ、それはそれで出すでしょ。絶対に。集英社が1作目と2作目出してさ、講談社が3作目出したとしても、まあ、ファンは買うでしょ。それはそれで。売り上げよりも作家の作品の評価の方が大事ってことですか。正直、三流出版社にはきついですけどね。それでも僕は本を愛してるからこそ出版できないんです。あなたの会社のね、部下というか、社員とかの生活を考えたら出すべきだと思うけどね。本の作品の評価よりもね。なるほど。お気持ちはわかりました。お願いします。お、依頼料はぐーんとアップして38万円でいかがでしょう。わかりました。では、今回も成功報酬ということで。ありがとうございます。八神さんならきっと大丈夫ですよ。では、早速会場に行きましょう。八神さん、準備はいいですか？まあ、多分3部作で今回終わるでしょう。では、会場に向かいましょう。今のところさ、謎はすんなり。まあ、なんとなく、なんかどこかで見たことのある謎だったからさ、すんなり解けてたけど、解けなかったとしてなんかヒントみたいなのはあったりすんのかね？よーし、今回も出版権いただくぞ。暗号解くの俺なんですけど。皆様、本日はご来場ありがとうございます。片桐匠先生の新作発表会を開催いたします。開催に先立ちまして、片桐先生より、
ご挨拶賜りたいとご存じます。お願いします。またあの金庫の番号か。ってことは謎解きは絶対4桁の数字なんだよね。こいつがクセモノなんですね。先生、なんか先生ジャキジャキしてんだよな。どうも片桐です。毎度お集まりいただきありがとうございます。今回もまた創作意欲がムンムンと湧いて一気に書き上げてしまいました。今回も皆さん全員にチャンスを与えるため暗号を考えておきました。今までの中で一番の自信作です。どうぞご堪能ください。今までで一番難しいのか。あの先生、もはや小説よりも暗号を作ることが目的になってないか。これまで同様、最初に解いた出版社さんに新作の販売をお願いしたいと思います。皆さん楽しんで挑戦してください。よろしくお願いします。さ、俺がちょうどいい感じで解ける問題でよろしく頼むよ。一番の自信作ってことは一番難しいってことですかね。それでは暗号を発表させていただきます。これから出題する暗号はステージの上の金庫の暗証番号を示しています。この金庫の中に先生の新作言語が入っております。はい、ご登壇いただきと。うん、簡単なやつで頼む。え、どういうことでしょう。さっぱりわからない。6+2=8。これは正解だね。0-3は9。本当はマイナス3だもんね。9-5は4。これも正解だ。1+11は0。もう、これ一番簡単じゃない？これ多分あれだよね。時計関係だよね。1+11が0になるってさ。金庫の暗証番号は、ちょっとメモを。メモをもう一回、毎回用意してるんで、ちょっとメモを。これは、6+2、6+2=8が8時だとして、9時から5時引いたら4時だとして、0時-3時が9時になってくると。時計の針が0になって、それを3引くと9時になるってことだよね。ってことは5+3は、5時+3時は8時、7時-10時は、3時でいいのかな？うん。で、3+11時は、2時ってことかな。で、0時-7時は、5時か。そうだよね、5時。8325。ちょっと計算が難しいな。合ってるかな？わかったかも。さすが名探偵！ほら、すぐに金庫を開けてきてください！ちょっとなんか、計算が、俺の考えが合ってるか少し怪しいけど。おっと、またしても曇り空出版の八神さんの登場です。八神さん、今回も自信は終わりですか？難しかったけど多分大丈夫かなと。さすが過去2回も正解されただけありますね。では早速暗証番号を入力してください。他の出版社ちょっと頭が悪いな。出版社の編集さんとかめちゃくちゃ高学歴のはずだからな。東大生とかばっかみたいなこと聞いたことあるよ。8325。あ、違う、間違えた。もう一回、びっくりした。ちょっと、早めに丸まった。悲しい顔しないで、キムタク。悲しい顔しないで。ちょっと番号間違えちゃったんだよ。番号間違えた。大丈夫だから。外の空気吸うとかあるんだ。あ！ヒントもらえんだね。なるほど。必ず正解できるようにはなってんだね。さっき超びっくりしたわ。ゆっくり、丸ボタンを押すのは最後にしよう。8325。え？え？え？やべ、すげえ恥ずかしいことになってんのかな。多分なんか最後の文字とかが間違ってたんだな。よし、構えます。多分一回外出ても多分みんなまだ解けてなかったりすんだろうな。だから5時+3時は8時、これは合ってる。で、7時から10時引く、これ3時だよね。7時から7-10、7から
え、待って、逆ってことか。7時から10時引くと、12、11、10、9ってことか。逆だ。はあ、引き算だから逆なんだ。はいはいはい、意外に難しかったな、ここの計算が。で、3時に11に行くと、これは2になるよね、2時。で、0時から7時引くと5時。合ってる。8925だ。危ない、危ない危ない。わかった、カズッチ当たるの、曇り空出版って思われてないかな。5で、2で、9で、8925。いやー、よかったー、ちょっと難しかった。今すーげー、レトルトさん間違ってますよ、プークスクスみたいな感じで実況者見てる人なってんのかな。なんと今回も曇り空出版の八神さんが見事に暗号を解読されました。この暗号は時計を表しています。5時に3時を足したら8時、7時から10時間引いたら9時、3時に11時間足したら2時。こんなにもスーツを着た大人がいるのに俺が3回もやってる間に誰もひらめかないっていうね。いやー、もう八神さんにはかなわないですね。たまたまですよ。さて、これで曇り空出版さんは私の最新作の出版権を3作連続で獲得されたわけですが、どうしてこれまでに獲得された2作品をまだ出版されていないんですか。あ、それは、お、川田さん、それはこの作品が3部作だからです。この考え方に感動して、今後のなんか出版権は曇り空出版さんってなんのかな。川田さん、作品を読めばわかります。1作目も2作目もそれ単独では完結しないんです。これは3作すべて揃って初めて完成する作品なんです。だから3部作すべての出版権を獲得するまで出版することなんかできませんよ。素晴らしい、よくお気づきになられましたね。私は最近作家として引退を考えていました。それはこの業界に違和感を感じたからです。違和感、売れっ子作家なんて言われるようになって業界でももてはやされるようになりましたけど、どの出版社さんも作品の内容なんか二の次、片桐匠の名が入っていれば何でもいいんです。編集者は一番最初の読者でなくてはいけない。まともに内容を確認しないなんてありえない。内容が悪くてもまあええやーってあんまよく分かってないけど出しちゃえみたいな出版社さんが多くなってると。だから私は今回のような試みを仕掛けました。まず暗号解読でミステリーを取り揃える知識があるかどうかを試しました。取り扱える知識、そして編集者としての力を見極めるために3部作であることを隠していたんです。ってことは俺が言うようにさ、出しちゃえ出しちゃえみたいな感じで出してたら、もう曇り空出版とは付き合わないってなってたってことかな。それじゃあ3部作であることを気づかず前の2つの作品を販売しようとしていたら、出版権を取り上げて作品をお蔵入りにして私は引退するつもりでした。しかし曇り空出版社さんは見事にそれをパスされた。私はこういう方たちと仕事をしたい。これからは曇り空出版社さんの専属でやらせてください。すごい、川田さん、専属本当ですか。ええ、よろしくお願いします。お願いします。こちらこそよろしくお願いします。これはヤフーニュースとかになるな。美談ですね、これは。なんかあれだね、このニュースとかドキュメンタリーとかになりそうな感じでしたね。いや、よかったな。出しちゃえ出しちゃえって。もう1作2作目別にね、他の3作目が月刊で出したとしてもそれはウィンウィンじゃないみたいな感じで俺めっちゃイキってたけど、俺の考え方間違ってましたね。八神さん、本当にありがとうございました。きっとこれでうちは大丈夫です。いえいえ、川田さんが編集者としてちゃんとした目を持っていたからですよ。自分でもまだ信じられませんよ。ま、これからはあの先生と二人三脚で頑張ってください。はいはい、これはお約束の依頼料です。ありがとうございました。ありがとうございます。八神さん、先生の新作楽しみにしていてくださいね。今度こそ本当にいいご報告をしに上がりますよ。期待していますよ。
はい、では私はこれで。いや、よかったね。これでジャッジアイズやり残したことまた一つ減りましたね。最近小説読んでないな。たまには読んでみるか。俺もあんま小説は読まないんですよね。なんかドラマとかでとか映画とかで見ちゃうというかね。小説は小説で面白さあるんだけど。はい、ということで一つサイドケース終わったってことで、今回まだやりたいことが二つほどあるんだけど、あれ？ちょっとここのね、このシュレックっていう、シュラックか、シュラックっていうお酒飲むところに、フレンドが一人いて、ちょっとこれ一回寄ってみようかなと思ってたんだけど、なんか、俺がさっき見た時より一人増えてんね。もしかしたら片桐先生がフレンドとかになったりすんのかね。はい、シュラック着きました。あ、片桐先生とあいつ誰だろうな。あいつは誰だろう。ちょっと片桐先生と話してみようか。曇り空出版とね、最近専属契約を決めた時の人ですけど、あれ、あなたは片桐先生？ん？おや、八神さんじゃないですか。奇遇ですね。あの奥のやつ誰だろう。よかったら一緒に飲みませんか。ご馳走しますよ。はい。本当ですか。じゃあお言葉に甘えて。この人ともフレンドなれんだな。でもこの小説家の先生とさ、お話しできる機会なんか全然ないですから、なんか人生の火種になりそうというかね、なんかいい話聞けそうですね。八神さん、本当は探偵なんですってね。曇り空出版の川田さんに聞きましたよ。はい。ええ、まあ一応今探偵物を書いているんですけど、参考にお話を聞かせていただけませんか。あ、八神くんの話をなんかヒントに、なんかなんだろう、小説のなんかトリックでも考えるみたいな、そういうフレンドイベントか。ご馳走いただくわけです。いいですよ。それじゃあ今まで解決された案件で印象深いものありましたか。結構ほとんどが印象深いと思うけど。そうですね、今まで扱った依頼で印象深いものといえば、あ、いっぱいあるな。爆弾魔の事件、カムロ町に爆弾を仕掛けたやつの事件は大変でしたね。まあ、最終的にね、犯人はコンビニの店員だったってやつだね。え？え、あの事件、八神さんが解決されたんですか？そりゃびっくりするわ。これ警察とかにもあれなのかな？こう、栄誉賞っていうか、国民栄誉賞はおかしいけど、なんか、感謝状とかもらえるでしょ、普通。時の人になるでしょ。と、まあ、犯人は元警備会社勤務の男だったんですよ。報道されてない部分が結構あるんですね。社会に対する恨み、ドラマになりそうです。おー、さあ、一個だけなんか足りなかったな、選択肢、はい。もっと話そう。まだまだあるんです。まだまだあるんですよ。いらっしゃいませ。あ、こっちになった。あ、でも飲んでないやつまだ結構あるな。飲んじゃいましょうかね。結構あんなぁ。すごっ。一重百。シャンパンゴールド30万円。買えないよ、そんなに。あ、でも96万円ある。いつの間にかめっちゃ金持ちになってる。フラフラになっちゃった。ありがとうございました。連続でお話できないのか。仕方ないね。じゃあこっちの話。ヤガミさん。あ、これはあれだね。平沼ってのは、はめ五郎さんのやつだ。はめた女にはめられた男の依頼で、まあ、ちょっと協力したあれだね、記者さんだね。ん？あ、この前の雑誌記者の。いや。どうも、この前は世話になったな。フリーで雑誌記者やってる平沼だよ。平沼の丸。こいつもフレンドなんだな。サイドケースで出たやつが後々出てくるっていいね。突然すまねえが、ちょっと仕事を頼みたくてよ。あんた探偵がてら便利屋もやってるんだって？どこで聞いた情報かわかりませんが、まあ似たような仕事も引き受けてますよ。そっか、だったら仕事を頼みたい。俺の代わりに写真を撮ってきてほしくてよ。謝礼は払うからさ、成功報酬5万でどうだ。まあ今100万ぐらい持ってるけどね。ええ、大丈夫ですよ。で、何を撮ってくればいいんです？この間ハメ太郎をハメた日暮らしこたつだ。日暮れこたつだ。あいつのあの騒動以来、活動休止中らしくてな。そいつの写真を撮ってきてほしいんだ。ん？活動休止中の芸人を？なんでまた？あいつ、あのスキャンダルで事務所から干されたらしくてな。ざまあだな。
仕事がなくて占領通りでキャッチの仕事をしてるらしいんだわ。面白い絵が撮れそうだから矢上さんに撮影を頼みたいんだ。もう干されて終わった人間をさらに苔落とすっていうかわいそうな依頼だな。キャッチか、よりによってなんでまた。聞いた話じゃそれなりに顔の売れた元芸人なんで引っ掛けやすいと思ったとかなんとか。ま、とりあえず頼むよ。写真はなるべく近づいて撮ってくれよ。かわいそう。いらっしゃいませ。あ、もうお酒は飲めないから。ありがとうございました。かわいそうだな。じゃあ出ましょう。あ、あいつか。あいつがキャッチやってんだな。これをカメラで撮ればいいのかな。かわいそう。こいつがハメ太郎ってことか。ハメ太郎をハメたやつか。そこの兄さん、かわいい女の子いますぜ。すぐそこのお店なんで、どうでか。やっぱ関西弁だ。あれ、あいつ日暮れじゃね。おい日暮れ、なんかやってみせてよ。あのギャグやってよ。目ん玉ビョーン。ふざけてんとちゃうぞ。やがましは。おいおい、見たきゃお金置いとけや。金、おい、やめとこうぜ。あいつのギャグ金出すほど面白くねえし。ま、そうだな、所詮は一発屋だ。大概にしとけよ。一発屋が一発あげたけど、まあスキャンダルでダメになっちゃったみたいなやつなんだな、こいつ。あれかな、なんだっけ、サンシャイン池崎とかが他の事務所のねタレントを恨んで、なんかやったことによって干されてしまって終わっちゃったみたいな感じでね。俺サンシャイン池崎めっちゃ好きなんですけど。芸人への復帰はしばらく難しそうだな。じゃあさっさと撮るか。なるべく近づいて撮ってくれって言ってたな。かわいそうに。これを今こんなことやってますみたいな感じで、お、カメラを構える。バレちゃダメなのかな、これでいいの。お、あー、もうちょっと近くで撮ったりとかが大事だったりしたのかな。そういうのがあんのか。よし、いい感じに撮れたぞ。シュラックに戻ろう。あ、おい、戻ってきました。あ、このし、まあ、先にこっち行くか。おう、平沼さん、写真撮ってきましたよ。矢上さん。あ、悪いね、助かるよ矢上さん。何の写真でもいいのかな。いい写真だ。これで面白い記事が書けそうだぞ。適当に丸連打した後の写真だけど。あいよ、今回のギャラだ。100万超えたね。あ、また何かあったらよろしく。あ、いなくなっちゃうんだ。他の依頼もありそうだったけどね。じゃあこの人にわざわざ位置を変えてね。矢上さんが今来た風にやってますけど、絶対右の一連の流れ見てただろ。はい、おごってもらおう。まだまだお話あるからね。サンシーの事件、変態三重師の事件、いいね。あの、カムロ町に出没する変態三重師って呼ばれてる奴らをしてますか。そのボスも俺含めて倒しましたからね、ジャイアントインパクト。え、何ですかその面白い名前の人たち。聞き上手、片桐さん聞き上手。それがですね、まあ俺も聞いちゃうわそんなの。ということで、なんとか全員捕まえたんですよ。面白い。ですけど、さすがにそのままかけないかもな。これちょっとしか上がんねえな。あ、他のも喋れんだ。ツァンシー。ある人にツァンシーという名前の猫を探してほしいと頼まれてたんですけど、あ、これヤクザ関係のね、ダイヤモンドの瞳を持つ猫みたいな、猫探しですか。それが、実は中国系マフィアのね、その猫は実は相当の隠し財産のありかを示すヒントだったんですよ。じゃあもしかしたら今頃ワンさんって方は大金持ちかもしれませんね。ね、ワンさんがニャンさん探してたんですよ。幽霊物件の事件、ある人から幽霊を捕まえてほしいと頼まれたことがあったんですけど、あれ、あのクソ女だったやつね、クソカップル、最低のサイドケースだったな。で、その幽霊の正体はなんと依頼人の彼女だったんですよ。なんで迷惑なカップルなんでしょう。まだまだサイドケースクリアとかしてないとダメなんだな、ええ、なるほどね。今までやったサイドケースを思い出話にしていくみたいな感じなんだ。いらっしゃいませ。酔いが冷めたんで飲んでみようかな。おいおいおい、ここ高えな。
じゃあまず安だけ読んでだな。次来た時に全部飲んじゃいましょう。高いけどね。行くか。ありがとうございました。はい、次なんですけど、もともとやりたいと思っていたことがあって、メッセージはこの二人か、彼女二人ですね。ケースファイルのこのサイドケースでクリアしてないやつがあって、これ脱獄犯ってやつで、これなんか、10パートぐらい前かな、あのカムロ町のなんかメインモニターみたいなところに、脱獄犯が脱獄したってモニターに映っててサイドケースが始まったやつなんだけど、3年前の暴力団組員殺人事件の犯人として逮捕され、網走の刑務所に収容されていた蒲生達也が脱獄、神室町に潜伏しているらしい。脱獄臭が潜んでいるとしたら、人通りの少ない裏通りとか、目の届きづらい建物の屋上とかだろうか。こんな危ない男に関わりたくないが、捕まえたら、報酬金が出るらしいと。うん。でもこいつなんですけど、こいつをね、探していたら、なんかいそうな場所があったので、ちょっとそこに移動したいと思います。はい、来ました。この公園なんだけど、この天海寺通りのところにあるこの公園に、ここを飛び出したことがあるじゃん。変態ジャイアントインパクトがあったとき。これを超えたときにさ、ここを俺ね、あんま調べてなくて、ここの屋上かなんかなのかな？ここがなんか繋がってて、ここにいそうじゃない？路地裏の屋上っていう場所はもうここしかないんですよ。で、登ってみると、いる？え、なんか変な音した。怖っ。ほら、なんかわざわざさ、こんな入り組んだ場所に、あ、いる？え、いないの？あれ、いない？あれ、こんなお膳立てしていないとかある？ねえ。おうおうおう。あ、まだある。繋がってる。え？まだ上の階があんの？え、なにここ？なんかすげえ場所だな。まあ、確かに脱獄犯が潜んでそうな場所ではある。え、なにこれ？あれ、戻っちゃう？あれ、ここじゃないの？こういうところに、いそうではあるけど、あれ違うのかな。なんかあんな偉そうにさ、見つけましたみたいな感じで言って、え、こっから飛び降りたの？やば。見つけましたみたいな感じでやったけど、あれここじゃないのかな。あれ、裏に普通にいる。あれ、こいつ、こいつだ。なんか受刑者っぽい服着てるもんね。ん、普通に屋上じゃなくて路地裏にいるじゃん。あいつは、ニュースで見た指名手配犯。やっぱそうだ。え、なんか変な男たちが。あー、なるほど。懸賞金っていうか報奨金欲しさに。見つけたぜ、ガモ。なんやと。うわ、なんやねんお前ら。俺は今バーガー食うとこなんや。知らねえのか。お前に報奨金が出てんだ。120万円。わかりやすい。かませ犬だな。その程度かいな。俺も舐められたもんやな。うわー、手錠をちぎったやつがついてる。んだと。犯罪者が抜かしてんじゃねえ。死ねや。怒られんだろうな。うわー、つえ、一瞬かよ。おい、お前通報する気やろ。なんかバッジみたいのもついてるもんな。いやいや、しませんって。眠っときや。めっちゃ強い。え、このゲームで一番強いやつなんじゃないの？やれやれ、ゆっくり飯も食えへんわ。あ、おいおい、お前何見てんねん。え、いや別に。お前も報奨金目当てか。俺は今バーガー食うとこなんや。邪魔すんなや。いやー、そうはいかないね。
指名手配犯を見過ごすなんて善良な市民にはできないよ。それに取調室に行けばカツ丼食わしてもらえるかもしれないぞ。もうあかん。カツ丼はもうゴリゴリや。俺はバーガー食いたいねん。あ、逃げていく。おとなしく捕まってくれないみたいだね。そない捕まえたかったら力ずくでやってみんかい。強そう。まあ、といっても致命傷とかあんのかね。何の準備もしてないけど回復アイテムはめっちゃあるから。え、ゲージやば、紫色なんだけど。うわうわー、かわされてる。クソ。まあ、とりあえず普通に痛めつけよう。うわ、かわされる。強い。よし、オッケー。一発ヒートアクション。いやでも今までの今回戦ったやつの中で、今まで戦ったことあるやつの中で一番強いだろうな。はい、入れ物攻撃。おい、ゲージがだってさ、まだまだあるもんな。やばい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 。ちょっとびっくりした。あぶねえ。ただ致命傷はないんだな。砂おにぎり、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 フレッシュレタスサンド、卵ツナサンド、おでん盛り合わせ、おでん盛り合わせ。めっちゃ食うじゃんって思ってるだろうな。よし、ゴリ押しに行くぜ。ほいほい。えい、壁ドーン。ゲージ多いな。5ゲージぐらいあるな。じゃあやるか。おい、解放からの三角連打がマジで強い。やったれやったれ。あー、ゲージなくなった。うわー、やられた。おい、でもダウンした時のね、回避のやつ持ってるんで俺。掴んでこい。おい、掴んでこい。痛い痛い痛い。ゲージがすぐ回復しないな。よし、強い。ちょっと待って、ゲージを回復させたいな。必殺技で決めたいみたいなのあるじゃん。でも一応なんか事故防止のためにめっちゃまた食っとくか。寿司詰め。ほら、美味しそうだろ、美味しそうだろ、受刑者。おい、でスタミナじゃない、あのゲージを、なんだろうこれ、まる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 でガード破る怒涛のラッシュ。とりあえず、EX ギゲージが徐々に増える不思議な戦略。EX ゲージってこれだよね。踊れー！いけー！ちょっと待って待って、邪魔しないで。踊らせて俺を。俺は踊りたいだけなんだ。よし。よし、食えた。もういいよ、もういいよ。で、あいつが。違う違う違う。掴みたいの、俺掴みたいの。まるで掴みたいだけなの。あー、ちょっとできないな。なんか、あの必殺技みたいな前出せたのにな。殴りまくるやつ。あー、ガモさん普通に倒れちゃうな、これ。あー、やられちゃった。しょっぱい倒し方、音ってしょっぱい倒し方になっちゃった。まあ倒せたからよしとしましょう。いやでもこれ、今んとここのゲーム上で一番強い最強の敵だったね。ゲージ5本分なんて今までなかったもんね。2本ぐらいじゃなかった。はあはあ、おとなしくしろ。ぐっ、嘘やろ、わしがどつき合いで負けるやなんて。今までどうだったかは知らないけど、世の中上には上がいるってことだよ。もしもし、警察ですか。あの脱獄囚のことなんですけど、これは報道されるでしょう。イケメン探偵お手柄、再度お手柄みたいな感じになるでしょう。ねえ、普通に警察よりも警察やってるというかね、検挙率高いもんね。おお、逮捕されていく。お、熟練刑事ガモン、ようこんなとこまで逃げたな。観念しや。これってあれかな、あのミニスカ警察を出すために頑張った時に取り調べしてたおじさんかな。
すまんな、刑事さん。俺は東京のバーガー食いたかっただけやねん。チートバカし邪魔も入ったが、ま、おもろい喧嘩ができたから満足や。それはどうも。それにこれでようやく飯をゆっくり食えるわ。取り調べ室でバーガーは出ないかもしれないぞ。そん時は差し入れ頼むわ。ほなな。差し入れとかってできないでしょ、多分。飯の差し入れみたいなのは。めっちゃ金入るじゃん。120万円でしょ。おお !100、1000万、10万、100。これでシャンパンも余裕で飲めるな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。クリアできてなかった。クラウドカンパもこれいけますね、これ。新しいプロジェクト。なんだろう、これ。120万入ったもんな。これもやっちゃおうか。GA ラボビル。もうフレンドイベント終わっちゃってるけどね。えい。ミドルコース50万高え。これも高え。新装版第9指南書制作。これもいっちゃいましょう。200万あるもんね。えい。これ50万ぐらいいっちゃうか。ニューハグクーム。まあ、経験値がもらえる、あれだね、あのドリンクが発売するようになるみたいな感じかな。チャレンジコースのミドルコースもいっちゃうか。ほとんどやってないけどね、このゲーム。スゴロク。はい、今カンパできるやつが、すべてカンパし終わりましたね。経験点6000か。あ !EX ゲージアップ。オッケー、所持 SP2 と。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。次回はストーリーを最後に進めてきておきたいと思います。次回第8章がラストということで、ジャッジアイズ実況もひとまずこれで、完結となると思います。その詳しいことは次回ももう一度お話したいと思いますが、次回はストーリーを進めたいと思いますので、よろしくお願いします。ジャッジアイズ実況プレイ、次回に続きます。レトルトさーん。